1969年に建設工事用足場の販売会社として設立した。当時は1970年の大阪万博と千里ニュータウンの建設工事で、建設業者が大量の足場を調達後に売却する動きを見て、仮設機材のレンタルビジネスへと事業を転換し、現在の高宮の基礎を築いてきました。2010年にはメーカー機能を獲得、2013年に次世代足場 IQ システムを開発し、50年にわたり変化のなかった仮設機材に革命を起こしました。2005年にジャスダック上場、2014年に12月に東証一部へ上場、業界トップクラスの実績とシェアを持っています。 Could you elaborate more about IQ system, which is the next generation system scaffolding and current earnings driver? はい、 IQ システムは従来の枠組み足場を上回る作業性と安全性を実現した新しいタイプの足場で、従来の足場と区別するために次世代足場と呼んでいます。従来の枠組み足場は床面から天井までの高さが170センチで、腰をかがめないと作業ができませんでした。で、 IQ システムは天井までの高さを20センチ高くし、190センチにしました。20センチ高くすることで、作業者は腰をかがめずに作業ができ、負担を軽減させ、作業効率を向上させています。さらに足場の床の隙間をなくして、腰より高い位置に手すりを標準装備しているので、より高い安全性を実現できています。高宮 released midterm business plan in June this year. You set 5 billion yen of operating profit target. How can you achieve that? Also, what initiatives will you take to establish your de facto standard position? 2021年中期経営計画では、フロー型からストック型へのビジネスモデルへ転換しようとしています。当社の考えるストック型ビジネスモデルは、当社の事業基盤である高宮のプラットフォームが持つ開発、製造、販売、レンタル、設計施工、管理物流の5つの機能をもとに、顧客が IQ システムを使いたくなるようなサービスを提供し、収益を得る仕組みです。提供するサービスの一つ、 IQ シェアリングでは、購入いただいた IQ システムを当社に預けていただくことで、全国にある当社の拠点からの入出庫が可能になります。不足している部材は追加購入、レンタルで補うことができるため、足場の保管保証を持つ必要がなくなり、足場のメンテナンスや入出庫業務から解放されます。プラットフォームを利用していただければ、事業エリアを拡大することができ、ビジネスチャンスの創出が可能となります。プラットフォームに魅力を感じ、利用者が増えることで安定的な収益が生まれ、IQ システムの流通も増加し、ディファクトスタンダードの獲得を達成できると考えています。高宮ラブウェスト will be open in spring 2022. What kind of facility is it? 高宮ラブウェストはプラットフォームを進化させる拠点です。プラットフォームで提供するサービスを、業界で他の追随を許さない圧倒的なレベルにブラッシュアップをさせ、利用者の利便性を高める高付加価値サービスを提供します。大阪市内から
30分圏内にあり、都市部の工事の増加、ドライバー不足、化石燃料の高騰に伴う輸送コストの上昇にも対応しています。自家消費用の太陽光パネルの設置などによる環境負荷低減、建設現場での安全性や効率を高める製品の開発など、 ESG の取り組みも積極的に進めてまいります。May I know what is your vision for the future? 余白とスタンダードの獲得、ストック型ビジネスの確立は業界に革新を起こします。新しい価値創造に向けたチャレンジを継続しながら、業界の先駆者として確固たる地位を確立し、企業価値を向上させてまいります。